だけで生きることは可能だ、に対するみんなの反応。例えば、肉だけで生きることなどがそうだ。お前の姉ちゃんに、それ言いつけるからな。例えば、姉貴に小言を言わせずに生きることだって考えられる。野菜食え。サイゼリアのソースあれば、何でも食えるぞ、食え。野菜の中でも、食べやすい方だろ。食べないと、失踪させないぞ。草を食べる牛や豚を食べるから、実質野菜は十分食べているぞ。たっぷりマヨネーズかけていいから、食べなさい。そこまで野菜が好きならば、トレーナーにくれてやろう。でもな、ブライアン、お前がたまに飲んでるロイヤルビタージュースにも、野菜はたっぷり入ってるんだぞ。馬なのに野菜嫌いってなんだよ、ってスイープ投手の頃から思ってる。ブライアンが野菜を食べるまで、俺も飲食を断つよ。トレーナー、これは花だ。まあ、そういう時期はあるよな。そんな格ゲーの勝利セリフみたいな。前に姉貴の前で言って、褒められたんだろうな。さすがだな、ブライアン。多分、ウォッカにも褒められてる。ウォッカなら絶対、くわー、超かっけー、っていう。その後部屋でポーズ決めながら、練習する。今日も絶好調だな。そういう時期は、誰にだってある。勝ち負け関係なく、野菜は食え、ブライアン。筋トレすると、ブロッコリーの神食材っぷりを、思い知らせる。でも現実のウーマさんは、ブロッコリーどころか、結構な野菜ダメだから注意な。トマトもいいぞ。でもブロッコリーって、虫のマンションとか言われるぐらい、虫ついてるんでしょ？農薬をたっぷり振りかけてるから大丈夫さ、ははは。まあ虫を気にしてたら、露地栽培の野菜は、何も食えん。そのうち人類は虫食するようになるだろうから、その予行演習と思えば。蜂の子はうまかったね、値段に釣り合うかっていうと、いやまあ、その。味方変えれば、虫も食わないようなのを食べてるとも言える。ネギうまあ、ニンニクうまあ、生姜うまあ。タンパク質も取れてお得、虫ぐらい洗えば大丈夫よ。ブロッコリーの虫で、病気になった人間はいねえ。まあ、それ言い出したら、油中の野菜、ブロッコリー以外にも、キャベツ、白菜とかは、全部虫つきやすいし、普通に洗ってれば大丈夫や、冷凍は知らん。高松の宮も、いける気がしてきたぞ。新シナリオなら、いけるんだよな。短距離プインクルスタークライマックス達成するために、高松の宮失踪したら、ブライアンがライバルに選ばれて、さすがに草生えたわ。ライバルは割と、史実失踪参考にされてるっぽいのよな。形成杯に、フラッシュ出てきたり。お姉ちゃん、どうやってたんや。わからないくらい刻んで、カレーに煮込んで溶かしたりしていた。お姉ちゃんは料理上手。タブーは人が作るものに過ぎない、って言われた馬娘がいるんですよね。ブライアンの、先輩参観場なんですけど。それ言われた年に同じことやって、買っちゃった馬娘がいるんですよね。120億円を紙くずにした、二冠馬なんですけど。相方が、どうもすみません。新シナリオの滝音が作った、食ったもの全部ラーメン味になる薬、さあ、あれって結構な発明品だし、改良して肉味とかにできれば、野菜嫌いなブライアンでも、食べられるんじゃないか？あの薬、青汁に使えたらいいのにな。ファインに限っては、やる気アップまでつきそう。肉味にしても、今度は食感がダメだとか言いそう。確かに肉味の液体とか、ラーメン味の液体とか、ご当地ラムネみたいな、味になりそう。ジンギスカン味の、あれを思い出した。クテレツ大百科で、何でもコロッケの味になるスパイスを作ってたけど、野菜にかけて食べてるうちに、野菜の青臭さに慣れて、スパイスなしでも、野菜食べれるようになってたから、ワンチャン。味だけが問題じゃないんだよ、食感もダメなんだよ。ヘリクツ言ってないで、早く飲みなさい、ロイヤルビタージュース。固く口を閉じながら、首を横に振っている。かわいいなぁ。カップケーキに練り込めば、一石二鳥なのでは？この成田ブライアンは、いわゆる不良のレッテルを貼られている。いや、食った分の金は払えよう。レースの相手を必要以上にぶちのめし、未だに保健室から出られねえ奴もいる。威張るだけで脳なしなんで、気合を入れてやったトレーナーは、二度と学園に吐きやがらねえ。必要以上に野菜の入った料理を食わせるレストランには、代金を払わねえなんてのはしょっちゅうよ。真ん中はともかく、上と下は、不良のレッテル貼りだけでは済まされないだろ。長太郎さんの悪口はやめろ。この時代の不良は、この程度当たり前どころか、もっとヤバいことも平気でやるのが、一般的なイメージだぞ。
まだドラマでもなんでも、やりすぎ規制なしの時代だったからな。だが、こんなブライアンも、祖父、ノーザンダンサーのことは、おじいちゃんと呼んでいる。速攻でジジイ呼ばわりに変わってますが、一体何があったんでしょうね。ジョセフが悪いよ、ジョセフが。野菜食わんと、便秘なるで。私の野菜も、くれてやろう。消費期限切れは NG。ハンバーガーのレタスくらい食べろや。それは自分で食べて。マータウオッカさんが、変な影響受けてら。と見せかけて、裏で菱山と組んで、いかに野菜を食べさすか、作戦練ってそう。姉貴特製カレーの、出番だな。よし、二郎食いに行くぞ。いや、野菜食べるのは、最初から可能なことでしょ。姉貴、実は今、お前が食べたハンバーグの中には、野菜が混ぜてあったんだ。ブライアンだったら、さすが姉貴だなって言って、また作ってくれって言いそう。何？って、次ハンバーグ食べるとき、今までよりちょっと細かく切り分けてそう。でも見当たらなくて、安心して食べたら、また姉貴から野菜入ってたぞって言われて、いか、無限ループ。おかわり。そういえば実家のハンバーグは、ピーマンと人参が入ってたなぁ。まだブライアンの可愛さは、バレてないはずよ。見え隠れする妹感が良い。声と性格が変わる前の、爽やかブライアンなら、野菜も食べていたのだろうか？ブロッコブロッコ。幻聴。ブロッコリーを押し付ける女帝。スイーツを道連れにするブライアン。ブライアンそういうとこやぞ、イケメスなのに、妹性もちらつかせよって。無理というのは嘘つきの言葉。途中でやめるから無理になる。それは、自分の首を絞めるセリフだ。キャップの化身みてえなキャラ、成田ブライアン。屋上に、ハンバーガー持ち込む CB さんのイベント好きだわ。ブライアン、私の野菜もくれてやろう。綾部さん、それは自分で食べて。勇ましい顔で、甘えてくるんじゃないよ。あれ、ハンバーガー開けて、野菜取ってるの想像すると、草生えるわ。中日っぷりがすごいな。こんなにブロッコリー食わされたら、成田ブロッコリーになってしまうぞ。シューマイ、卵焼き、ブッコロリ、プチトマトくらいの彩りがあると、とりあえず食物バランスもいいかな、と。ブッコロリ？どことなく不穏な。あ、トマト？キリッとしてるクールっぽさからの、結構なお姉ちゃん子でかわよ。ブロッコリー、俺も嫌いだからわかるわ。だから、キュウリ食おうな、鶏胸肉とごまだれでバンバンジーにすれば、一緒に食えるだろ？君たちにも来るかもしれない。目の前の柵板を、破壊したくなる時が。うおっか、やめてください。ブライアンは育成するまでは、いわゆる男前な娘なのかなって思ってたけど、普通に可愛すぎて笑ったわ。まあイヌイットとか、肉しか食わないしね、代わりに生肉食わないとだけど。成田ブロッコリー。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白ウマ娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。